韓国の10人組ボーイズグループ N.S サイン、N サインが23日、YouTube コンテンツ、プロジェクト10 k に出演。メンバーのロビン、ロビンが、ストレイキッズ、ストレイキッズのフェリックス、フィリックスと同じ学校出身だと明かし、話題を呼んでいる。ストレイキッズ・フィリックス、学生時代から親切だったオーストラリア出身のロビンは、 現地でフェリックスと同じ学校に通っていたという。2000年生まれのフェリックスは、2003年生まれのロビンにとって先輩にあたり、在学中に親交があったことを告白した。当時のフェリックスが、とても親切だったと振り返り、よく面倒を見て気にかけてくれていたことを解雇。フェリックスがアイドルになるために韓国へ渡ることになり、別れが決まった時は悲しかったと話した。 しかし、そんなフェリックスが夢を叶える姿から影響を受け、自身も同じ道を志したというロビン。フェリックスを現在のロールモデルに挙げ、ロビンです。デビューして2週間経ちましたが、先輩のおかげで、先輩のことを思って頑張っています。ありがとうございます、と呼びかけた。ファンの間でも、誠実で愛情深いメンバーとして知られるフェリックスだけに。 学生時代から変わらない人柄が感動したフェリックスらしい素敵なエピソードと反響を呼んでいる。韓国の10人組ボーイズグループ N.S サイン、N サインが23日 YouTube コンテンツプロジェクト 10K に出演。メンバーのロビン、ロビンがストレイキッズ、ストレイキッズのフェリックス、フィリックスと同じ学校出身だと明かし、 話題を呼んでいる。ストレイキッズ・フェリックス、学生時代から親切だったオーストラリア出身のロビンは、現地でフェリックスと同じ学校に通っていたという。2000年生まれのフェリックスは、2003年生まれのロビンにとって先輩にあたり、在学中に信仰があったことを告白した。当時のフェリックスが、とても親切だったと振り返り、よく面倒を見て気にかけてくれていたことを解雇。 フェリックスがアイドルになるために韓国へ渡ることになり、別れが決まった時は悲しかったと話した。しかし、そんなフェリックスが夢を叶える姿から影響を受け、自身も同じ道を志したというロビン。フェリックスを現在のロールモデルに挙げ、ロビンです。デビューして2週間経ちましたが、先輩のおかげで、先輩のことを思って頑張っています。ありがとうございます。 と呼びかけたファンの間でも誠実で愛情深いメンバーとして知られるフェリックスだけに学生時代から変わらない人柄が感動した「フェリックスらしい素敵なエピソード」と反響を呼んでいる。